午前9時半です。開園と同時に多くの家族連れが来場しています。連休初日の今日、シーズンの営業がスタートした旭山動物園。大型施設のエゾヒグマ館が完成し、初めて一般公開されました。エゾヒグマ館ではニジマスなども飼育していて、ヒグマを中心とした野生の環境にできるだけ近づけようとしています。クマどうでしたか？でっかい。どんなところが怖いですか？歯が怖い。観光料じゃないですけど、3年ぶり、こういうふうにしてちゃんと見に来てくださいって言えたことがやっぱりすごく嬉しくて。札幌の丸山公園の桜はすでに満開を迎えています。火器の使用は禁止されていますが、3年ぶりに立ち入り制限は解除され、満開の桜を間近で楽しむことができます。あ、いい感じじゃないですか？いい感じ。急になんか美味しそうな。一方で札幌手稲区の前田森林公園では3年ぶりにバーベキュー広場がオープン。早速桜の木の下でバーベキューを楽しむ人たちの姿が見られました。ウインナーを食べました。外でバーベキューするのってどう？楽しいです。いや、もう久々にバーベキューできて嬉しいなって感じですね。札幌市内では他にも白石区の川下公園、南区のモナミ公園、清田区の厚別川緑地などで今日から3年ぶりに炊事場が利用できるようになりました。札幌の丸山動物園も3年ぶりに入場制限のない大型連休です。朝から大勢の家族連れなどが訪れ、園内はにぎわっています。ゾウ見たくて来て、ゾウ見れた。鼻が長くてさ、思ったより歩くのが遅かった。かわいいです。登別熊牧場では今年1月に生まれた4頭の熊の赤ちゃんが人気を呼んでいます。子熊の名前は大型連休中に募集しているということです。今月25日に桜が満開を迎えた函館。桜の名所五稜郭公園にも大勢の観光客です。これから下に行くんですけども、上から見ても圧倒されてます。こんなに人が出てくるなんて思ってなかったので、はい、びっくりしてます、はい。まあ、本当にコロナが明けてみんなが、ね、楽しくなんかレジャーできるんだったらすごいいいなと思ってますけど。北海道の空の玄関口、新千歳空港でもふるさとに帰ってきた人や観光客の姿が多く見られました。多分2年ぶりですね。ちょっと思い切って戻ってみました。うち子供がいるので、やっぱり早く孫を見せたいなっていう。なかなかやっぱりテレビ電話だとこう伝わらないところもあるんで。北海道自体が、まあ、食べ物が美味しいし大好きですね。 JR 札幌駅も道内各地に向かう利用客で混雑しています。 JR 北海道によりますと、連休中の予約状況は去年と比べて在来線でおよそ 190%、 新幹線がおよそ 160% に増えています。小学校の授業でも習った五稜郭タワーを見て、あと夜景を見たいなと思ってます。感染に気をつけて、基本的な感染対策をして気をつけて行ってこようと思っています。新型コロナの感染者数が高止まりする中始まった大型連休。基本的な感染対策は忘れずに楽しみましょう。